ャンネルでは全ての人がメディアを通して楽しいを見つけるそんな場所、それがメディアミュージアムでございます。源ちゃんさ、うん、香水って曲流行ったやん。はい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 、あったと。ミュージックビデオでさ、ダンスしてたじゃん、あれ。うん、やってた。あれどういうセンスなの？どうなんだろうね、あれは。どうなんだろうね。どうなんだろうね。うん、どうなんだろう。まあまあまあ、あのさ、センスっていろいろあると思うのよ。はい、うん、まあまあセンスってさ、そのいいとか悪いとかもね、言う人もいますけども、センスって一つじゃないよってこと。一つじゃないぞ、うん、これをいっぱい知ってたらみんながセンス良くなるんじゃないのってこと。とってもいい話です。うん、なんで今日はまあ、映像作品ね、今言ったそういうミュージックビデオとか含めて映像作品でちょっとセンスをカテゴリーに分けたらこんなんできるかなっていうのを話してもいい？分けてくれました。じゃあ5つほど。お高いんでしょ。いやー、そんなことないっすよ。じゃあ話だけ聞くよ。あ、じゃあ5つほどね、ちょっと聞いてください。まあ、まずは派手めな映像ね。派手めな映像、派手めな映像、はい。そして今度はシュールな映像。シュール、はい。そしてアイディアが面白い映像。はいはい。そしていい話。ああ、感動系ね。そして悪い、悪い、そういうのをねちょっと紹介したいと思いますけども。はい、お願いします。はい、まあ最初にね、派手な映像、まあ派手っていうとさ、映像って派手だったらいいんじゃねえのみたいな話もあるんですけど、ビッカビカにすればいいって感じね。そうそうそう、なんかさ、東京だとさ、よく海外から見られる東京ってすごいネオンバッキバキのカラージャッキジャキのさ、こんな洗練されたなんか意味わかんない東京のファッションの人たちがゴロゴロ歩いてんじゃねえのって思ってる外国の人いるじゃない。よくある間違った日本像だよね。そう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 、まあ、ああいうのもさ、派手っていうところで言うとさ、やっぱ引きつけるわけよ、すごい人を。目を引くよね。そう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 。だし、あとは色使いとかのセンスって、ここでもセンスが入ってきちゃうわけよね。うん、東京ならネオンカラーみたいなね。そうそうそう、だからああいうなんかものとか、すごいいろんなこう街がぐちゃーってなってるとか、なんかそういう面白い映像って情報が多いからこそ、なんかこうなんだろうなんだろうってどんどん見たくなるような、それが派手な映像の要素。はい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 、うん。そしてそれと相反して次はシュールな映像。よく聞くけどね、うん、シュールって、まあ、シュールレアリスムっていうなんかそういう美術のねあれでよく言ったりするんですけど、初めて知りました。超現実主義なんですよ。現実なんだ。はい、なんでシュールっていうのは、まあ、なんかシュールなお笑いとかよく言うと思うんですけど、よく聞く、はい、なんかまあ派手と逆みたいな感覚で、これはちょっと説明が難しいけど、なんかもう右手こうみたいな映像、シュールですよね。こう何がしたいかもちょっと分かんないけど意味ありげだなみたいな。引きつけられる点では派手とまあ一緒だよね。そうなんだよ。なんだろうってなっちゃう。そうだから、これはあえて情報を少なくすることで人を引きつけたりとか、あとはキャッチーって呼ばれるね。キャッチーね、これ振り付けの話でも言いましたよね。ガッキーポッキーでしょ。そう、そういう、ね、キャッチーなものをやるっていうことがまたシュールなところに行き着く、まあ一個のセンスになってるってこと。シュール、派手、うん。そして次、アイデア。アイデアね、これ分かりやすいよね。まあなんか今だったら新しい技術、新しい見せ方みたいなことがまさにアイデアなわけなんだけど、これって、まあ、テクノロジーとかさ、はい、アイデアじゃん、うん、だってさ、ロボットがさ、卓球のラケットみたいに持たせてさ、こうなってるみたいなところに、分かんないよ、プロの卓球がこうやって人がやっててロボットがなんかしてるみたいな映像だったらシンプルに、まあ、面白ってなるけど、これアイデアですよね。ロボットのアイデアね。そう、ロボットを使ったみたいなやつとか、こう新しい見せ方みたいなアイデアじゃないですか。はい、なんかそういう風にアイデアが面白いとか、あとは撮り方ね、撮り方ギミックが面白いっていうアイデア。カメラを止めるな、カメラを止めるな、そう、このあーってなったやつね。そう、あれ面白かったよね。だからね、アイデア勝ちだ。アイデア勝ちです。そう、そしていい話、これね、いい話ね、いい話好き。香水ってどうなんだろう。いや、どうなんだろうね、どうなんだろう。香水のせいだよ。せいなのかな、どうなんだろうね、どうなんだろうね。
まあ、あのいい話ってさ、いっぱいあると思うのよ。ある、うん、でいい話って例えばね、まあ、平和、そして愛みたいなやつ、ジャンプの三大原則みたいなやつだそうなのかな、友情勝利なんちゃら。ああ、なるほど。じゃあそうだと思うよ。はい、そう、まあ、あの人間味あふれるとかもそうだし、あとは、まあ、人間じゃなくてもこう花とかさ、ああいうのもいいよね。うん、美しいよね。美しいっていうのも一個のこうアイディアなんですよ。人の心をどう動かすかを考えたアイディア。共感だ。共感です。やりましたね。はい、そしてそれと相反するような悪。そこ疑問だよね。はい、でも悪ってね、今僕は悪と表現しましたけど、悪っていうのはもっと広いまとまりがあって、例えば怖そう強そうって一見悪と捉えられそうじゃないですか、はい、映像では。でもそこには例えば仲間を守るために戦うとかはさ、悪なのか正義なのかみたいな話ってあるじゃないですか。あるね。そう、ああいう風な感じで、例えばそのちょっと怖表みたいな、今だったらラッパーの人とかすごいテレビ出てますよね。出てるね。あれって昔は悪と見なされてたようなとこあったじゃないですか。いいぜめん。そう、でもいいぜめんっていうことが俺の中に刺さったぜっていう若者からしたら、それが正義なんですよ。センスいいねってなるわけだね。だからそれも一個のセンスっていう風に捉えられると、あれはただの悪だけじゃねえんだなっていうことが分かってくると。なるほど、それはセンスの見せ方の一個ってやつやな。見せ方の一個ということなんで、まあこのね、今日はちょっと5個しかまだ紹介できなかったんですけども、この5個だけでもこんだけ種類があるんだよ。センスの種類かな。そうで、まあ、これってさ、もっといっぱいあるんだけど、この種類、ね、今分けちゃったけど、こいつらを掛け合わせたらもう無限にセンスって生まれると思わないっていう話。悪いけどいい話みたいな。そういうこと、そういうこと。とかシュールだけど派手とかさ。はいはい、うん、自分の作品をそうやって見てみるといいかもしれないね。うん、そうだね。やりたいことあなたの作品がね、まあ、どれに当てはまるかっていうのを今見てみてください。わかりました。ところで香水ってさ、どうなんだろうね。どうなんだろうね。どうなんだろう、どうなんだろうね。どうなんだろうな、それどうなんだろう。